こんにちは、しおさんでございます。今回は丸源ラーメンさん、時々無性に行きたくなりますね。その熟成醤油辛肉そばにハマる魅力、替え玉の魅力と楽しみ方、さらに鉄板チャーハンを注文したくなる理由を紹介していきます。僕のチャンネルでは埼玉、東京、千葉、神奈川で見つけたうまいお店をはじめ、旅行や出張で見つけた美味しいお店を紹介しております。食べるのが好きな人や旅行が好きな人はチャンネル登録していただけると嬉しいです。川口市の芝地区にある丸源ラーメン川口芝店さん、よく訪れるお店でもあります。丸源ラーメンさんは本当時々無性に食べたくなるんですね。この肉そば、そして担々麺を中心に肉そばへのこだわり、これが書かれています。カウンター席に座って見上げると、そこにも肉そば、目につくところにとにかく肉そば、これが書かれている。しかもそのこだわりを何度も見せられることで、この肉そばを食べたい気持ち、めっちゃ高まるんですね。肉そばのメニューだけでこのような感じ、トッピングや辛さなど変えることでいくつか種類が書かれています。この中でやはり辛肉そば、辛いもの好きにはたまりません。こちらが辛肉そば、肉ダブルのトッピングでいただきました。この辛そうな仕上がり、いいですよね。見ているだけで辛い、そのことが伝わります。ニラがたっぷりであるのもたまりません。肉もたっぷり入っています。肉ダブル、この辛肉そばがおすすめだと思いました。いただくとスープがやっぱり美味しいんですね。少し甘さも感じる熟成醤油スープ、そこに飲むたびに伝わる辛さ、これがまたいいんですね。麺はコシのある中細麺、この麺がまた美味しいんです。この麺がこのスープと絶妙に絡み合う、その相性抜群であることにより、美味しさを食べるたびに楽しむことができるんです。肉そばは肉がたっぷり、ダブルはさらにすごいです。この肉がまた美味しいんですね。ここで全体を混ぜ混ぜしていきました。このニラの旨味、これも加わってほんと美味しくなるんですね。こんな感じでしっかり全体を混ぜ混ぜしていきます。辛さ、うまさ、これらがしっかり混ざって美味しくなります。食べるたびにスープの旨味を連れてくるこの麺、麺と肉を一緒に食べる、これがまたこの肉そばの魅力でもあります。どんどん同じようにいただいていきます。ここで海苔もいただきました。海苔をスープに浸して、そしてこのスープに浸した海苔と一緒に食べる、海苔はほんとラーメンに合いますよね。海苔の風味でさらに美味しく楽しめます。どんどんいただいていきました。そしてどんどん食べていって、あと少しになるともっと食べたい気持ちになります。肉と最後の麺をいただきました。そして麺がなくなった後、スープを少し楽しみます。これで終わらないのが丸源ラーメンさん、そう、替え玉ができるんですね。この替え玉があることによって、ついつい替え玉を注文したくなります。早速替え玉をスープに入れて混ぜ混ぜしていきました。混ぜ混ぜしていくことによって、スープの味わいが麺に絡んでいきます。そしてこのような感じで仕上がりました。この後まずは替え玉をそのままいただきます。替え玉ならではの食感がいいです。そしてその後にドッカンネギのトッピング、さらに揚げニンニク、こちらを加えて少しだけ味変をして楽しんでいきます。このネギと揚げニンニクがめっちゃいいんですね。ネギと揚げニンニクを混ぜ混ぜしていきます。ドッカンネギはほんとボリュームたっぷりなんですね。これ見た目以上のボリューム感があります。このカットの仕方が
またこの美味しさを引き立てるんですね。揚げニンニクの風味も加わってさらに美味しいこの麺、ネギの食感がたまりません。スープ麺とめちゃくちゃ合うんですね。ドッカンネギの凄さを感じる、ネギの辛みの凄さ、たっぷりのネギが絡んで美味しいんです。肉、ネギ、麺は最高の組み合わせですね。もっと食べたい、そんな気持ちになりながら最後の麺をいただきました。肉もたっぷりですね。そして残りの肉、ネギ、これもいただきました。麺も肉もなくなったらスープです。このスープは甘さと辛さ、これを感じる癖になる味わいのスープ、飲み始めるとほんと止まらなくなるんですね。あとちょっと、あとちょっとということで飲んでいくと、ついつい最後まで飲み干してしまいました。今回いただいた辛肉そば、肉ダブル、ぜひ食べたいおすすめな一品であると思いました。マルゲンラーメンさん、さらに魅力はマル特セット、こちらでチャーハンをついつい食べたくなる、その魅力も紹介していきます。魅力はこれです。はい、ありがとう。はい、大丈夫です。卵とチャーハンを混ぜ混ぜして最後は自分で仕上げます。魅力は何といっても目の前で仕上げてくれること、この卵をかけてくれる、これがあるだけですっごい魅力であると思いました。そして熱々のチャーハンをいただくことができます。こちらがチャーハンの完成形です。最後しっかり綺麗に盛り付けさせていただきました。いただいていくとパラパラに仕上げられたこのお米、このチャーハンと絶妙な塩加減で美味しいんですね。先ほどの卵の旨味、これもまたいいアクセント。まずはそのままで少し食べてから味変です。味変は揚げニンニク、この揚げニンニクを入れることによってガーリックチャーハンのようになるんですね。揚げニンニクをたっぷり入れてガーリックチャーハンのように楽しんでいきます。ニンニクの風味がチャーハンにめちゃくちゃ合うなと思いながらいただいていきます。美味しくて止まらなくなるチャーハン、チャーハンセット、こちらはぜひ食べたいおすすめな一品であります。増量も無料であるのが嬉しいですね。今回マルゲンラーメン川口芝店さんでいただいて感じたこと、それはスタッフの対応が素晴らしいことです。訪れるたびにスタッフさんがほんと生き生きしてるんですね。素晴らしい空間の中でいただく肉そば、その肉そばだからこそ美味しさがうまさと対応トータルで伝わってくるんです。ベースの肉そばはハマる、だから辛肉そばもハマる美味しさがあり、時々無性に食べたくなるんですね。絶妙な組み合わせでできているラーメンだと思います。スープが癖になる美味しさであります。さらに麺、この麺もスープに絶妙でめっちゃうまいなと思います。そして替え玉、ドッカンネギの魅力です。これらも組み合わせて楽しめる、さらにお客様の目の前で仕上げていただけるこのチャーハンの魅力、こういったさまざまな魅力が組み合わさっていきたくなるんです。美味しい肉がたっぷりのラーメンを食べたいとき、おすすめなお店の一つであると思い改めて紹介させていただきました。マルゲンラーメン川口芝店さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については
説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。